ダバオ・アギラス FC は、かつて存在した、フィリピン、北ダバオ州タグムをホームタウンとする、サッカークラブ。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ FC の共同オーナーの一人でも、あるジェファーソン・チェンによって設立された。2017年のフィリピンフットボールリーグ創設に合わせて唯一ミンダノーをホームとするクラブのプロジェクトが立ち上げられ、3月26日に、クラブの設立セレモニーが催された。 クラブは、シモーネ・ロータ、ジェイソン・デ・ヨング、マシュー・ハートマン、ニック・オドネル、そしてフィルとジェームズのヤング・ハズバンド兄弟といった選手を獲得し、6月には、サン・ミゲル・コーポレーションとスポンサー契約を締結した。2017年は、リーグ7位に終わった。2018年はフィリピン代表選手や、外国人選手をさらに獲得し、ファーストフードチェーンのタッパ・キングや、 セブパシフィック航空もスポンサーに加わった。この年はリーグ3位となった。シーズン終了後の9月16日に日本の湘南ベルマーレとパートナーシップを締結した。しかし、同年暮れに PFL に代わる新リーグの構想が浮上。PFL の将来が不透明になったことを受けて、ダバオ・アギナスは12月15日にクラブの活動停止を発表した。 チェンは引き続きフィリピンサッカー界には関わるが、今後はダバオにおけるインフラ整備や育成プログラムに注力する意向を表明している。ありがとうございます。